これは皆さんも、お読みになられていると思いますけれども、アミューズメントジャパンの週刊ですけれども、こちらの方をちょっと参考にさせていただいております。非常に、業界人であれば、ご覧にならない方はいらっしゃらないというぐらい有名な新聞なんですけれども、ちょっとこちらの方ですね、今以上に高齢者の開拓をという形で、今八号営業の、ゲームの方ですね、私もそちらの方でちょっとコンサルティングさせていただいているんですけれども、老齢者を取り入れると、特に敬老の日なんかは、前々からですね、おじいちゃんおばあちゃんを連れてきてね、そうするとメダルを何百枚、プレゼントしますよというと、子供たちがおじいちゃんおばあちゃんを連れてくるんですね。でそしてメダル落としゲームみたいなものを、あれはマイペースでできますので、一枚一枚細かくできるもので、そういうところからこう参加していただくと、なかなか楽しいわねという意見を書いてる、そういう状況の中でお客様を今開拓していってる状況なんですけれども、これは人口の構造技術上、老人がとても増えていくという、そこに今着目をしているという考え方なんですけれども、で我々の産業は基本的にガラパゴス産業で、国内産業ですから、当然ですけども若年層の人口が減って、老齢者が増えていければ、参加する人たちが減ります。これはもう確実な未来ですね。変えることのできない未来です。もうどうしようもないんです。つまりこれからお客様の数が減っていくという事実に対しては、我々はどうすることもできないということですね。でなおかつ4人に1人が75歳以上で、じゃあ75歳以上の方を確保すればいいのかということにもなりません。なぜかというと、75歳以上の方は参加意欲が減退するということはすでに統計上分かっていることですね。ということは4人に1人がかなり多くの勢いで離脱をしていく。でもちろん年金で、生活をされている方が、当然高い投資をして猶予することはできませんので、簡単に言いますと、ホール件数というものも相当数減らないと、適正化にならないという状態が今目前に迫ってきているということですね。当然所得、可処分所得という形ですね。所得自身 もう10年前ぐらいまでかなり下がってきていて、可処分所得も相当数下がってきています。そういう状況の中で、当然低下しの方向に我々が知らず知らずのうちに移動していくのは自然のことですね。理屈ではないです。つまりお客様にお金がないので低下しをせざるを得ない、そういうような状況になっているということですね。でこれがこの新聞上出てきている高齢者の開拓をということで、高齢者の方が非常に数が多くなってきているということです。で2012年からですね、さらにですね、加速をしていくと、この記事にも書いてある通りです。ものすごい比率で、老齢者が増えていきます。もちろん今まで所得があった方も所得がなくなります。話はちょっと別になりますけれども、来年からですね、もしかすると社会保険の方も今は30時間制限なんですが、20時間に移行するかもしれません。どういうことかと言いますと、今までは30時間までは、社会保険に加入しなくてもいいよ、例えばパートさんであれば旦那さん、学生であればお父さん、お母さんに、ついていればいいよという話になってましたけれども、どうもこれでは社会保険料が賄わないという形で、20時間制限という話が出てきておりまして、来年すぐにでも国会通ればですね、春ぐらいから施行される状態ですね。で当然我々企業も、今まで、30時間という範囲内で使っていたものが20時間となりますと、その社会保険料というものの半分は当然給料が負担しなければならないんですね。つまり経営上の圧迫される状態と、消費者の可処分所得が減少していく状態が一斉に起こるということですね。なおかつ老齢化が進んでお客様の離脱というものが進むという状態、非常に厳しい状態の中で、さらに行政指導がさらに強化される。もうお分かりだと思いますけれども、全くいい話は何もありません。何にもないです、本当に。もし言うとすれば、内規の変更があって、多少有意義に面白いバージョンが出てくるかもしれないわけですね。でもそれが最後の花火になる可能性は十分にあるということです。なぜかというと、条例という各県都条例というものが、改正される可能性も今目の前に迫りつつあるということです。ちょっと細かい内容までは言ってしまうとオフレコになってしまうので、ちょっとビデオの中で決まりますし、ここまでにちょっと控えておきますけれども、またお話しできる状況があればブログの方に随時発信していきますので、そちらの方を注意して見ていただければと思っております。
ではゲームセンターの方でちょっとこちらにも書いてありますけれども、マッサージチェアとかお菓子のサービスとか老眼鏡の貸し出しですね、こういったものもまあやるんですけれども、この時ですね、要はブランドを立てていくという言い方をするんですが、1台とか2台のマッサージチェアを置いたところでお客様の認知というのは進まないんですね。ところがある一定のですね、大きな遊戯機で、まあ、1000万ぐらいするんですけども、それをもうボンと外してしまって、いいですかと、いやもういいから、でそこにその代わりマッサージチェアを10台ぐらい置いてないんです。つまりマッサージチェアを10台ぐらい置くとお客様の印象度は違うんです。1台2台だと印象は変わらないんですけども、10台ぐらい置いてしまうと、あここはまあ言い方は変ですが、老人に対してとても優しいなとか、で実際やるとですね、老人の方ではなくて結構30代から40代の方も喜んでそのマッサージチェアを使われてるんですね。でよく話に出てくるのが、じゃあそのマッサージチェアを置いてお客様は来店するようになったけど、それで売り上げに貢献してるの、それうさくないんじゃないのっていう話を聞くんですけれども、でこれからはお客様がお店に来店するような仕組みを作っていかないと、これは俗に言われる単純接触の道具と呼ばれるものなんですけども、要は接触率を上げていかないとお客様がどんどん離反していくんですね。つまり、来店動機というものを、そういったものでも構わないので、とにかく作るということ、この来店動機数が少ないとお客様との接点数が減りますので、接点数が減るとお客様の頭の中から消えてきちゃうんですね。俗に言われる臓器集合と言いますけれども、頭の中に残っているからお客様が来店する。ところが頭の中から消えてしまうと、ある地域でですね、うちは4円パチンコしかやらないんだと、でその方がメリットがありますよねという話をされるんですけれども、これは一概にそうとも言えません。なぜかというと、1円パチンコだったらできるんというお客様がゲームセンターに流れるかもしれません、それからカラオケに流れるかもしれません。つまり我々と競合するのは何も、もうパチンコだけとは限らないということですね。特に年齢層が上がってくるとパチンコ家の離脱率が上がります。その離脱率が上がっているところに持ってきて、投資金額を余儀なく要求されればお客様は他の方向に流れてしまう、まあ、そういった意味でも、まあ、設定数を上げていくという、まあ、そういった意味合いからこういうような施策というのが出てくると思いますね。ですからその集客と増客というものも同じ定義で考えられるんですが、実は集客と増客というのは全く別の定義ですね。集客をしながらどうやって増客をしていくのかっていう仕組みが自分の店にないと、まあ、単なる消耗戦になっちゃう、何か、毎回信頼を入れるんですけれども、隣に信頼を入れると当然また隣の信頼に流れていく、こういうような消耗戦、要は我々は広告宣伝という形で、まあ、営業の翼をもぎ取られたわけなんですが、そうなってくると、当然パワーゲームだという話になりますね。中古機を有効利用しながら信頼を導入し、とりあえず隣の店よりも、ね、信頼を導入してパワーゲームをしようと、でも結局は、お客様が行ったり来たりしながら、時点の体力が消耗していく、でだん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 機械が買えなくなってきて、最終的に、まあ、大手が勝っていくというような状態が出てくる可能性が強くなる。でそこでそれに負けないためには、じゃあ接近戦としてどうするのかといった時に、地のお客様との接点数をとにかく上げていこうよ、そしてブランドを作っていこうよ、でブランドの良さというのは、簡単に言うと多少お金が高かろうと玉が出なかろうと、もうお客様が来店するっていう仕組みです。荒っぽい言い方ですけどね、簡単に言うとそういうことです。そんなものは可能なのかっていう話ですけども、今日はそのお話をしていきたいと思っております。で今申し上げたその来店と、まあ、集客別だよという考え方の中にもう一つちょっと違うものがあって、稼働数というものと来店数というものがリンクしているという考え方があるんですけれども、実はそこもそれほどリンクはしてないというんですね。で信頼の本当に信頼を 大切にすると大好きだというお客様を長くこう調べていくとですね、やっぱり 18% 程度前後ですね、シーグリーンのアンケートでも取ってるんですけども、信頼でないと嫌だと、信頼が入らないとよその店行っちゃうよとか、そういうお客様って実際には 18% 程度です。ただ我々がホールで大会してるとどうも 18% 程度いるように気がするんですけども、要は 18% 以外のお客様は簡単に言うと店内移動とか店舗間移動とかをしているということになると思うんですね。
ですからそうではない多くの価値を求めているお客様は実際にいらっしゃいますので、そこの部分で乗客をしていくということは、まあ、可能なのかなというところですね。ただしそのためには明確な価値を作らなければいけない、その価値というものを作っていくときにそれを価値と思う人が誰なのかということですね。同齢者であれば当然先ほど言ったようなマッサージチェアはいいよねという話になります。でもそうすると老人専用になって若年が離れちゃうんじゃないのという話があるんですけども、でも実際にチェアを置いてみたところ、30代とか40代の人たちが喜んで使っている。で逆に言うとおじいちゃんおばあちゃんから、早く来ないと使えないんだよねなんていう、まあ、クレームとは言いませんけどもそういう言葉が入ってきたり、意外にこう絞り込むとなんか市場がシェアが狭くなっちゃうんじゃないかなという考え方をしますけども、絞り込む、まあ、捨てると言いますけども、そのことによってエッジが立つという言い方をするんですが、日本語で言うととんがりですね。でどうやってとんがりを立てるのかというと、逆に言うとですね、たくさんのお客様の意見を聞くととんがりってなくなります。まあ、簡単に言うとラーメンも何がいいかなというとラーメンがいい、うん、スタッフに聞くとカレーライスがあった方がいいです、ラーメンがあった方がいい、醤油、味噌、豚骨、塩、でそうやって片っ端からお客様から、まあ、スタッフから意見を聞いてやっていくと全くエッジのないものが出来上がります。つまりこのエッジのないものが誰に向かっても対応できるというものになるという勘違いをする。ところが誰にでも受けるというものを作った瞬間に誰にでも受けなくなる。つまりどうやって絞り込むかということが、まあ、簡単に言うとプロの技ということですね。でもよくマーケティングは人の意見とかお客様の意見を聞けというふうに言われます。でそれはどうするのかといったら、その絞り込んだ後にお客様の意見を聞いていく。絞り込む前にお客様の意見を聞きすぎると今言ったようにメモ帳くらい分厚いようなメニュー帳が出来上がっちゃう。そうではなくて本当のおすすめは何だろう、まあただですね、気をつけなきゃいけないのはこのメインディッシュに対してこのサブメニューの方にウェイトをかけすぎるとまた問題が起きる。よく今広告宣伝規制になって、接客サービスを強化しなければいけないなっていっぱい連絡がかかってきて接客研修をしてほしいとか連絡がいっぱいあるんですけども、そのため私は無意味だからやめといてくれっていう、今そんなような状況じゃないよ。お客様は初めこうしに来られる、接客は今別に普通に最低限のレベルにあるんでしょ、だったらそれ以上必要以上に上げてもしょうがないでしょ。もしお客様がホールに、あなたのホールに接客を楽しみに接客を浴びに来られるんであればいいじゃないですか。でもそれが売り上げにつながりありますかと、その因果関係が明確になりますかという話ですね。つまり皆様ご存知だと思いますけども、スタート数を例えば今回プレミアム海が入りました、4万カードをしています。でその中でスタート数をコンマ3ほど今日上げました、ダイヤルが3000円ぐらい減りました。稼働していればもっと減るかもしれませんね。だけどもそれはお客様が入っているからのことで、お客様が入ってこなければ別にコンマ3ぐらい誰が打ったって分からないです。よく大国でもコンマ4以上でないとお客様は体感できないとか言われてますけれども、現実的には分かりません。つまり出してるか出してないかお客様にとっては分からなくて、じゃあ何が分かるかというと売上が入れば原価が出るということです。つまり我々は言い方は変ですけども、売上ガンガン入れなきゃ原価ガンガン出せないです。売上入れないと原価が出ないということは要は出玉感が出ないですね。ということは接客じゃないです。接客は売上を上げるためのサポートとしている。例えば刺身のつまみたいなもの、刺身だけ出ても美味しくないけどつまがある刺身がこう美味しそうに見える、そういったように接客がある程度一定のレベルにあれば、メインディッシュはとにかく機械代を最大限に活用してあげるために接客サービスがあると考えていただいてもいいと思います。我々のメインは機械代ですから接客サービスではないので、よくそれにも間違われる方がいますけれども、例えばですね、ある素晴らしい店長さんがいると機械代をの購入比率が落ちる。実際にそうなんです。なぜ落ちるのかというと機械代がとてもよく活用されるから。であるホールでは、機械代があまり活用されない。それは店長さんの能力が低いので機械代が活用されない。つまりゲージ調整がまともにできない。どういうことかというと、出すことができない。閉めることはできても出すことができない。どうやって出したらいいのかわからない。例えばゲージ調整って点検整備ですね。点検整備でいうと13以上例えば上げると今法的に引っかかりますよという話になってますけども、じゃあそのギリギリのところから毎日コンマ1ずつ少し
少し締めていきます。そうすると皆さん経験あると思いますけども、締まりきらないとかっていう状態が出るんですね。で、締まりきらない状態っていうのは、お客様がとにかくどんどん売ってくれさるから、そういう状態が起きる。売ってないと別にそんなこと起きないわけです。つまりどうやってお客様に買い代を打っていただくのか、そのサポートとして接客サービスというものがあったり、先ほど言ったチェアというものがあったり、いろんな想定経費のサービスというものがあるということですね。話がちょっとちっちゃって申し訳ないですが、総付け経費についてはこれもオフレコの話なんですけれども、1ヶ月に1回ではなく1週間に1回という形に、なってくると思うんですけれども、ただこれもですね、本当に普通に200円という限りに多いんですから、特別それを反則にうまく生かすという部分についてはなかなか難しいだろうというふうに考えています。今回ですね、広告宣伝記念の時に総付けは200円までいいよと言われたので、よし、じゃあそこが新しい、観測の補正かなというふうに考えましたけれども、どうもだんだんこうニュアンス的にはちょっと違っていて、やっちゃダメとは言わないよという範囲、つまりそれを戦略として使っていいよという範囲ではない、そうではなくて、もうそんなものに依存しなくていいでしょうと、とにかく玉出せばいいんじゃないのというところが今向かっている本流だというふうに考えていただければいいと思います。そういう状況の中で、先ほどから申し上げている通りに、どうやってその今機械代を生かしていくのか、よその店ではすぐに1週間でダウンしたものが、その店長がやると1ヶ月持つ、これだけで莫大な金額の差が出るわけですね。でそれは何かというと、たくさんのお客様が来店するから売りが上がる、売りが上がったら原価が出る、原価が出ると機械代も元気になる、簡単に言うとそういうようなスパイラル状態になる。ただそのじゃあ起点となる、どうやってお客様をたくさん呼んできて機械を打ってもらうのかというと、そこにブランドとしての信頼という問題があって、そのブランドの信頼というものはどこに作られるのかというと、それはコピーではなくてお客様の頭の中に作られる。つまりお客様の頭の中に残らないとお客様は来店しないですよというんですね。で頭の中に残すために、先ほど言ったようにどんどん要は前肉を切っていって、怖くなるものを、お客様の記憶に残るというものを打ち出していくということがとても大切である。だからとりあえずやってればいいよねっていうチェアを1台2台置いてもヒットはしないけれども、10台とか20台とかチェアを並べれば必ずお客様の心の中にヒットするというものですね。すいません、ちょっと話しすぎました。はい、ちょっと次行ってください。これも同じくアミューズメントジャパンの方から、なんですけれども、広告宣伝だから何を訴えるのっていう話で、今まで私たちはレスポンス広告といって常にその日に反応させるための広告を打っていたんですね。でもちろん今回警察も、信頼が入ることは事実だから、それは信頼が入ることは大いに訴えてくださいと言ってますので、だから我々はそれは大いに訴えて、お客様にこういう新しいゲームが提供されますという形で集客をしたいと思います。でもそれは集客であって、そこから先は増客です。じゃあどうやって増客をするのか、自分の店のファンを作るのか、少しでも多く来店してもらって、少しでも長く遊んでいただいて、そのためにはどういうふうな仕組み作りをしなければいけないのかということが、これがお客様が自分の店に来なければならない理由を作っていくという一つの戦略であり、仕組みだということですね。で、これからはですね、こういうように何のために広告宣伝を訴えていくのか、どうやって絆作りをしていくのかといったときに、ブランディング広告というふうに言っています。つまり、時点の素晴らしさというものを、信頼が入るたびにどうやってお客様に訴えていくで、訴えることによってお客様は、あんたのところはそういう価値を提供してるんだね、分かった分かった、でその価値に反応する方が来店される、で価値に反応されない方は来店されないかもしれませんが、それでいいんです。全ての方に来店されようと思うと全ての方が来店しなくなりますので、ある特定の方を狙っていただきたい。でここに来店させるまでを目的とした時代から、来店した顧客の CS 獲得、 CS のカスタマーサティスファクション、要はお客満足時代という言い方ですけども、お客様の満足というものを作っていこう。でこれ満足は普通の接客じゃないんですね。簡単に言うとこれがマインドシェアという形で、要はホスピタリティという言い方をするんですけども、お客様の心の満足っていうとですね、なんかサプライズみたいなものをこう思い起こす方がいるかと思うんですが、サプライズは1回きりです。同じでは2回通じません。例えばうちの女房の誕生日に、例えば何か素晴らしいものを購入して買ってあげる、で喜んでくれたから次は同じものやったら、それは喜ばないですよね。で逆に言うと、お前はバカかっていう目線をこうくれられるわけで、結局それではいけないということは、サプライズは何回も聞かないということは、
じゃあどうやってお客様を感動させるのか、つまり感動しないとお客満足以上につながってリピーターになったりファンになったりしないですから、どうやってそれを行っていくのかっていうと、別に単純なことなんですけども、本当に当たり前のことすぎて申し訳ないんですけども、当たり前のことを普通にやるというだけの話です。よく小宮先生が ABC とか言ってますけども、当たり前のことをバカになってちゃんとやる、 ABC 理論と言われてるんですけども、でこれ以上ないというんですね。それでお客様がハンドルを握って普通にちゃんと球が飛ぶ、紙幣を入れてカーちゃんとクレジットが上がる、ボタンを押したときにスタッフがすぐに来る、ぶつかったときに謝る、落とした球を拾う、別に特にそれが接客堂のコーナーではないですね。そしてお客様との接点を大切にしていく、お名前を呼ばれて喜ぶお客様のお名前を呼べばいいし、お名前を呼ばれたくないというお客様にはお名前を呼ばなければいいですし、で例えば今回の防護宣伝規制とか、その総付けの中で唯一許されているものがお茶なんですね。お水とかお湯とか湯茶と言ってますけども、これをお出しすることは全く問題がない。昔から言われてるんですが、缶コーヒーはダメだよ、ヤクルトでもダメだよ、タフマンでもダメだよ、でも自分のところで入れたお茶やお水やお湯だったら別にお出しするのは構わないよ、接客サービスなんだから。ということで、どういうことがじゃあそこから可能なのかというと、朝来てるおじいちゃんおばあちゃんに、おばあちゃんおはよう、でもし名前言ってほしいよ、おばあちゃんだったら止めおばあちゃんおはよう、でおばあちゃんの膝の悪いことをしてれば、おばあちゃん今日は膝の具合どう、そのおばあちゃんが寒がりであることをしてれば、おばあちゃんが膝掛けもどこよか、でそのおばあちゃんが一体何のお茶を飲まれるのか、おばあちゃんはお茶が厚めがいいのか、ぬるめがいいのか、でおばあちゃん、そのおばあちゃんはおうち茶がいいのか、玄米茶がいいのか、緑茶がいいのか、それを覚えて、おばあちゃんいつものお茶でいい、ああいつものお茶でいいよ、でそのおばあちゃんはよその店に行く理由がなくなる、まあ、簡単に言うとこういうようなシンプルな展開ですね。要はこれは何の規制上の問題もありません。紙コップでやるとしたら紙コップ代がかかる、お茶葉代がかかる、お茶を入れる、人件費がかかる、だけどこれは今回の広告宣伝規制総付けとしても一切問題がなくクリアされてですね、そこにあるのは自分たちのお客様を、このお客様をリーチしていこうという単なる努力です。我々はとりあえず機械代を入れて、あとは機械に聞いてくれということではなく、誰がその機械を好まれるのかということで、お客様を、どれだけお店に参加させていくのかということについて、一人一人のお客様を大切にしていくという、これがレスポンス広告からブランディング広告へというものです。はい、じゃあ次はお願いします。これが高齢化加速についてですね、どういう状態が起きるのか、もう分かっていることですけれども、お年寄りは、お年寄りがですね、言い方をこう分かりやすく言うとですね、フェラーリに乗ったりポルシェに乗ったりしながら100キロ先のお店までパチンコを打ち行ったりずっと打ち行ったりしないということですね。極端なお話をしましたけれども、年を取るとですね、どうも足腰がやっぱり弱くなります。あまり遠出はしたくないんですね。ということは証券が縮小してまいります。別に当たり前の話です。以前ドンブルの斉藤さんにですね、一次証券が大切ですよねっていう話をしたら、いや一次証券がない店舗もあるんですよねって言って、そんな店舗なんかあるわけないでしょって言って調べたら実際にある、結構いっぱいあるんです。ということは今調べてですね、自分の一次証券にお客様が少なくて二次証券が多い場合にはとっても危険です。当たり前の話はかなり危険です。つまり市場が縮小していた時にお客さんがいないドーナツ状態になっているわけです。でドーナツの周りというのは他からいくらでも量を持ってかれちゃう、つまりこれが高齢化ですね。あとは年金生活になって長くなってきますので、預貯金があっても、不安というのは、老人の不安、健康に対する不安というのは限りがないですね。つまりやっぱりある程度取っておかなきゃいけない、でこれがやっぱ昭和を生きてきた人たちの物の価値観ですし、当然所得は減っていく、可処分所得毎週減ってくる、貯金はあっても、使うという自由に使うというお金も当然減っていきますし、他のものに向いていきますし、年を取ってくれば、今さら刺激を求めるという話でも何でもないんですね。でおじいちゃんにそうだよねって言ったけども、でおじいちゃんちょっと一つ聞いていいかな、女はどうって言った、死ぬまで現役だって言ってましたので、多分男っていうのはやっぱりそうですね。つまり先ほどの AKB の、プロモーションが出てましたけれども、そこにやっぱりミニスカートを履いた若い女の人が出てくると、私たちはどうしてもそこに目が行く、もうこれが要は人間としての本能なんですね。
ということは、スタッフにですね、若い女の子を置くと、とてもお店の活気をするということは、もう昔から言われている一つの経緯ですね。で、これは店舗の再生とかでも、私は日常的によく使っている手法なんですけれども、お客様が別の目的で来られても別に構わないんです。最終的に店の価値に、要は共鳴してくださればいいだけで、そのための手段は別に選ばないと言ってるんです。どんな形でもいい。うちが一度グリーンピースを建てた時にですね、全くお客様が来ない、これは困ったなということで、女の子たちにですね、ティッシュを配らせるんですけれども、その時に当然ミニスカートを履いた衣装で、みんなに出てきてもらってティッシュを配ってもらう。どういうことかというと、作ったブランド価値というものはお店の中にあっても認知はしてもらえないんです。つまり信頼を入れます、だから来てくださいね。その状態で来店されたお客様に、その時に初めて自分たちのお店の価値というものを認知をしていただく。で、その時には信頼の都度線ですから、そんな簡単に信頼の今みたいに入れ替えもできないんですね。で、当時ですね、ビクトリアの荻野社長にですね、その都度との入れ替えをさせてくれって言ったら、その機械代はもう動かないのかいって言われて、いや動きます、じゃあなんで変えるんだいって言われて、すいませんでしたって言って、私は機械代で入れ替えができなかった。で、そのためにじゃあ何を考えたのかって言ったら、じゃあもうこの価値をね、来てもらえないんだったら自分たちがお客様のところに持ってって認知をしてもらおうと。で、若い女の子たちがいっぱい行ってお客様のところにティッシュを配るんですが、その時にお待ちしてますって言える、まあ、キャバクラ営業ですけども、お待ちしてますお待ちしてますと若い女の子たちが、ミニスカートを履いた5人6人の集団までティッシュを巻きながらですね、やってると、やっぱり夕方になるとですね、若いサラリーマンの方がどん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 やっぱお店にやってくる。つまり価値を作っても伝達をしないと成功しないということです。どうも我々はですね、価値を作るんですけども、伝達するというところが手が抜けてしまうので、そこをどうやって伝達をするのか、これが要はビジネスコミュニケーションと呼ばれるものなんですけれども、価値は作っても伝達をしないとお金にならないということですね。では次へ。で、これが今まで奇襲イベントでやっていたんですけれども、で、このことによって集客をして稼働を圧縮したりして売り上げをつけて手玉感というものを作ってたんですけれども、まあ、簡単に言うとこういった手法がもう取れなくなってくる。つまり単純にお客様をその場でですね、速攻的に集めて圧縮して手玉感を作ったりという手法が使えなくなってくるので、別の手法を考えていかなければならない。次へ。これが毎年は獲得のキーワードと呼ばれているものなんですけれども、まあ、上の方が機械、下の方がまあ人間のまあマインドとしてですね。では次を。で、これがですね、まあ、シーグリーンでいろいろやっている、まあ、イベントであるとか、まあ、そういったものなんですけれども、ターゲット別にやっぱり変わってくる。特に老齢層は健康にとてもやっぱり不安を持っている。ですから健康に対してですね、非常に大きな反応をするんですね。で、このいいところは本当にお客様の健康の、まあ心配をできるというところと、あとは一過性にならないというところですね。要は繰り返し繰り返し自分の健康というものをやっぱりチェックしていく必要性があったり、あとは自分がその努力をすることによってどれだけ健康になったかということが効果測定できる。つまり自分の努力が測定できるというところがとても楽しくて、お客様の参加というものが切れない、要はリピートさせることができる、まあ、もっと言い方を変えれば囲い込むことができるということですね。で、これ例えば女性の場合には、例えばネイルであるとかハンドアロマであるとか似顔絵であるとか、まあ、とてもこういったものがまあ評判がいい。つまり誰をターゲットにするのかということによって、イベントを組み込んでいる。ただこれは一つではなくて、要はマトリックスと言いますけども、マトリックスを組んでいく。男性とか女性とか40代50代とかですね、このマトリックスを組みながらたくさんの点を作っていく。つまり今一つのことで、まあ、信頼は万能ですよ、オールマイティですけども、信頼を入れることによってたくさんのお客様を来店し結果を出すというのは信頼以上のものはないんですけれども、であればこそ20代30代40代男性女性とかっていう形でマトリックスを組んでいろいろな集客のポイントをたくさん作る。そのことによって全体的な厚みを作るという方法しかない。つまり何かオールマイティの一つを探すので皆さんは失敗されるという。つまりないものを求めるから成功しないのであって、ないものは要は求めなければ失敗しないという意味です。
一つずつ、例えば鈴木さん、田中さん、大橋さん、その一人一人の人が何を求めているのかということを索敵して、そのものを落としていけば、それは正確にヒットするということですね。今はもうそういう考え方の方向に、もちろん我々の産業だけじゃなくて、全ての産業が、まあ、そちらの方向に向かっているということですね。あと、厳選の食材イベント、それから屋台イベントというものが結構ありまして、でこれも当然ですけど、男性に受けるの B 級グルメであるとか、女性に受けるそのエステティキなものとか、まあ、美肌効果があるものであるとか、まあ、結構そういったものがたくさん受けるんですね。で次はちょっと具体的な事例なので、ちょっと中井さんの方にちょっとそちらの運びをちょっとお聞きしたいと思います。はい、こちらですね、まあ、血液サラサラチップイベントとかですね、あと今弊社までは、まあ、何度かやっていただいているお店もありますけども、血液検査ですね、主張血液検査みたいな形でお客様 の、 血液をですね、そして血糖値と総コレステロールと中性脂肪をですね、バッとお客様に渡してあげるということで、まあ、簡単に看護師の方がついてですね、アドバイスなんかもやっていただいているようなイベントの企画でございます。非常に高齢者の方が、ね、多く参加していただけるような傾向がありますし、あとはお客様とスタッフがですね、やっぱりここでコミュニケーションが発生してですね、まあ、なかなか今までお客様は挨拶だけだったお客様がですね、一歩踏み込んだ形で、まあ、会話ができるようになったとかですね、でやっぱりこれ毎回その健康系、まあ、あとちょっとまた事例も紹介しますけども、非常に参加していただいたお客様がですね、まあ、喜んでいただいて、でまあ、あるお坊さんの中では月に1回は必ず日にちを決めてやってるんですけども、やはり毎回常連でですね、お客様が多く参加されるというようなことで、非常にまあ、さっき言ったお客様とのコミュニケーションをですね、より一層深めるイベントとして実施しているお坊さんが多かったということですね。まあ、画像を見ていただいても分かるんですけどね、ちょっとナースのような雰囲気というものがとてもおじいちゃんには刺激らしいですね。もちろんおじいちゃんじゃなくて我々にとっても刺激なんですけれども、まあ、ちょっとやりすぎるといけないんですけれども、あとはその普段どうしても我々は勝負という場にあって、お客様と普通の会話というかコミュニケーションをとても取りづらいんです。ということは、そうでない場のシチュエーションを作ることによって、お客様とコミュニケーションを取れて、あ、さっき言ったようにそのおばあちゃんが、あるいは膝が痛いんだとか腰が痛いんだとか血圧が高いんだとか、どこで要はその情報を抽出するのか、要はプロファイリングと言いますけれども、どうやってプロファイリングを取るのかということで、まともにおばあちゃんどこか悪いって聞かれたらそれは答えられないですね。ただこういう健康チェックの場、こういったものをうまく利用しながらプロファイリングを作る、つまりその仕組み作りの問題なんですね。そのことによって、他社では要は認知しえないものを自分たちが知ることによって、お客様との間の距離を縮めていくという、まあ、そういう意味でイベント、こういうイベントというものを使っていただければなと思います。次もそうですね。はい、そうですね。次もちょうど今年の夏もですね、いくつかのお店でやらせていただいてですね、大好評だったんですけど、まあ、ちょうど今節電とかエコとかですね、まあ、多く叫ばれる中ですね、まあ、かき氷をですね、まあ、大体よくサービスしているお店が多くあると思うんですけども、これはスタッフの方がですね、人力かき氷機というのがあってですね、自転車を漕いで電力を起こしてですね、でかき氷を作るというようなイベントの企画でございますね。まあ、お客様のためにということですね、まあ、お客様店長とかスタッフがですね、汗かいて、まあ、作る姿を見てですね、まあ、お客様も非常に楽しく見ていただいたりとかですね、まあ、場合によってはお客様も一緒に参加していただいて、コミュニケーションを取っていただけるというところで、非常に好評だったイベントで、まあ、お客さん負けたね、お客様からすると、まあ、店長にかき氷をという形でペナルティーゲームなのかもしれませんけども、よくパンチングボールを置いたりとかっていう話もありますけれども、まあまあ、こういう形で店長とのコミュニケーションというのが面白いですね。ここに単にアルバイトのスタッフがいるというのではなく、ここにやっぱり店長がいるということがお客様にとってとても重要であって、でお店の店長というものはお客様からすると違うんですね。要は私はあそこの店長知ってんのよっていうのが、お客様がその店に来店する大きな理由になったりします。でも我々もラーメン食べに行くとそうですね、あそこの店長を俺のことよく知ってるんだよって行くと、いつものいいですかみたいな感じですとかね、チャーシュー1枚おまけです。要はそれがやっぱり自分の要はプライドというか、要は承認欲求、人間の承認欲求ですよね。
人間が生きている以上、自分はやっぱりいい人でありたいとか、人から認められたいとか、能力があると思ってもらいたいとか、その欲求の塊ですので、その欲求をお客様にプレゼントしないと、お客様が自然に来店してくれる仕組みというものは作れない。まあ、そういう意味で、普通のスタッフではなくて、やはりそこに、まあ、店長がいるということによって、まあ、このイベントはかなり大きな効果を出すのではないのかなと思いますね。あとこれがですね、ちょっとまあお客様の声を集めるというところで、今弊社の方でもメールを使ってお客様にアンケートに答えてもらうというような仕組みをですね、持ってまして、まあ、非常に実際にメールを送ると約アンケートでポイントを付与するんですけども、まあ、大体4割から5割ぐらいのお客様が回答していただいてですね、で、まあ、メールのアンケートの内容がですね、こう選択式でやったりとかですね、あとはお客様にこう記入してやっていただいたりするんですね、非常に多くのお客様の声がですね、こういうふうに聞こえてきます。で、まあ、実際にそういう声をお客様の声を集めてですね、で実際にこれを、まあ、店舗でちゃんとディスクロースというか公表してですね、でその公表に対して、まあ、どういう改善を、まあ、行っていくのか、で今後お店はこういうところを強化していきますよというようなことですね、まあ改善内容、改善意欲を含めてですね、まあ、プロモーションをかけていくというところで、お客様との関係づくりをですね、これもさらに深めていくというような企画の時代ですね。まあ、多分、イケアナゴとかに比べても、非常に4割から5割ぐらいメール会員で回答されますので、まあ、1ヶ月に大体、それこそメール会員、多い店なのに300人持っているお店なんかであれば、150人とか100人近くのお客様の、まあ、長声をですね、まあ、こういうことで引っ張っていくことができるというような仕組みでございます。これはよく最近マーケティングで使われているお客様の声方式というものなんですけども、多分我々がですね、自分たちのホールは、接客に頑張ってますとか努力してますって言っても、それはお前らの話だろうと、全然聞いてくださらない。ところが多くのお客様が、例えば何々ホールさん、何々ホールさんって素晴らしいですよね、接客が素晴らしいですよね、一生懸命ですよね、いつもありがとうございますとかっていうお客様の声っていうのをお客様は信じるんです。つまりホールから発信する情報は信じないけれども、第三者であるお客さんが言っていることは信じざるを得ないよねという問題が一つ。もう一点、働いているスタッフは一生懸命頑張っていてもいつもフィードバックはかかりません。いやいや、そのもない、俺いつもスタッフに対して頑張ってるねとか、よくできてるねとか、あそこの頼みが良かったねとか、ちゃんと言ってるよという方は別ですけれども、私たちはその実際にはフィードバックをかけてあげることができません。つまり働いている方々は、俺これで接客サービスっていいのかなっていつも疑問を持ちながら思っている。いつもお客様からは罵声しか浴びせられない。ところがですね、こういうお客様から声が返ってくるとですね、あ、明日からもまた頑張ろう、よかったねっていう話が休憩室に貼っておくだけでもスタッフのモチベーションもちろん上がるんですね。でその後にこういったものを一つのまとめて、例えばニュースレターとして普段来てないお客様になっても、例えばそういったものを出して、で私たちのホールというのは今地域の中でこういう評価を、評判をお客様からいただいています、さらに私たちは頑張りますというものをお出ししていくと、そうなんだ、あのホールそういうお店なんだ、つまり自分たちの作った価値観というのについて、それをお客様、第三者の声を利用しながら、まあその他のお客様にその価値を、まあ、刷り込んでいく、まあ、こういう手法ですね。ただ普通にただご意見箱ってやりますと、玉が出ねえなのガスイベントだと死ねとかってね、そんなオンパレードになっちゃうんですけども、それをしないための一つの工夫として、あとは数を集めるということについて非常に有効なツールであるということですね。でそれと合わせてですね、まあ、このメールでも今弊社これ活用してますし、あとそうだ、今後でまた紹介しますけど、 iPad を使ってですね、お客様へのこう刷り込みということですね。まあ、どうしてもお客様というのはセールスをされるのが非常にお嫌いになると、まあ、いうようなイメージがあると思います。なので弊社の場合はこのアンケート型広告といってですね、まあ、単純にお客様にですね、こうであることをご存知ですかっていうような聞き方をすることで、かえってそのお客様の、にですね、その情報を刷り込む。例えば何月何日に、この診断が入るのをご存知ですかですね。何月何日にこの診断が入るんで来てくださいねって言われるとですね、どうしても実際に iPad とか持って回っててもですね、ただの広告で回ると、やっぱりお客さんが聞いてくれるのって4割とか5割ぐらいだと思うんですけども、やっぱこの教育型広告、要はアンケート形式で聞くことで、非常に高いお客様の、まあ、
認知をですね、まあ、得られるというところで、やっていただいているケースが非常に多いです。まあ、これを今メールとかですね、さっき言った iPad を使ってお客様にすり込むという一つの手法をですね、今やっているというところで、非常に効果が出ています。はい、ここにあるように、そのちょい悪トマトですね、例えばそのやたらに例えば安く出していく、まあ、これが今、警察庁の指導にあるね、まあ、定価というものとは、まあ、違うかもしれませんけれども、ストーリーが、今先ほど中井さんの方が話があった通り、私たちはストーリーというものは記憶をするんですけれども、単語というものは記憶が残念ながらできないんですね。ですから、お客様に来店してほしければ、やはりストーリー展開をしていくということが大切で、今度、例えば、何々県から、例えばこのトマトを大量に導入しますと、まあ、でところがですね、ずっと安いですけれども、それには理由があります。もしくは今度逆にですね、高いんですけれども、高いにはこれこれこういう理由があるんです。でその理由を言われると、なるほどねという形で、人間の記憶のトリガーと引っかかってしまうんですね。いやフッキングと言いますけれども、単純なものであると抜けていくんですけれども、そういうシナリオがあったり、ストーリーがあったりすると、人間の頭の中に記憶としてやっぱり残りやすいというんですね。でそういう部分を利用しながら、お客様に、参加をどんどん増していただく。また自分たちの店のブランド、こだわりというものを、常にお客様に発信していくことによって、他とは違うんだなということを刷り込んでいくという一つの手法が可能になるということですね。でこれがですね、積もりはずからの脱却ということで、店舗はお客様が知ってるはずだと、まあ、よく一番有名なのは膝掛けですよね。隣がやってるからうちもやってるって、どこも膝掛けやってるんだけども、お客様は全然利用しない。じゃあスタッフがお客様のところに、まあ、持ってってるのかっていうと、持ってってなかったり、お客様は知ってますかっていうと知らないと言ったり、まあ、要はそういう問題がたくさん出てるんですけれども、それを iPad アンケートとか使うことによって、あ、このお店ってそういうサービスをしてるんだとか、そういう考え方、そういう価値観を持ってるんだということを、iPad を使いながらですね、どのスタッフ、要は口下手であろうかですね、関係ないんです。要は機材を利用することによって誰でも要は同じような、こういうお客様に対する刷り込み広告、要はアンケート広告ということを展開することが可能になるということですね。で書いてある通り、知らないものに要は反応できないんです。つまりブランディングというのは一つの情報です。どういう情報をお客様に与えるのかということですね。でその一つのストーリーというものがお客様の心の中に残っていくということです。ある有名な自動車会社の車がですね、砂漠の中で途中でですね、砂漠を渡っている途中で故障したの。でそこで、そのオーナーは怒って自動車会社に電話をした。どうするんだ。そうしたらヘリコプターで新車を持ってきて、こちらをお伝えくださいと言って古い自動車を持ってった。で翌日自動車会社に電話して、昨日はすまなかったね、わざわざ砂漠の真ん中までと言ったら、何のことでしょうか。いやいや、昨日車が壊れて崩壊したじゃん、弊社の車は壊れませんのでお間違いじゃないでしょうかと電話を切られたんですね。でこのことによって、あの会社ってすげえなっていう、要はそういうエッジが立つ。つまりそういうストーリーがあって人間というのは興味を持ったり、価値というものを本当に認識したりする。そのためにはこういう情報の発信というものがやっぱりとても大切になるということですね。ちょっと中井さんの方からどういうものなのか。そうですね、こちらもだからもうさっきからこの繰り返しお話をしてますけど、お客様にいかにこう認知をしてもらうのかというような取り組みを使ったメールの、これは事例ですね。まあ、メール会員をお勧めしても、じゃあどういうメールが届くのか、どういうそのメールに価値があるのかということをちゃんとお客様に刷り込んでいくこと、もしかしたらパチンコの信頼入れ替えであったとしてもですね、ちゃんとこう信頼が入ることをご存知でしたかと、何月何日に、今回はこの信頼は入るでしょう、まあ、これクイズ形式になってるんですよね。まあ文字を見たら分かるんですね。だからあえて見て考えて回答するというお客様に行動を取ってもらうことでですね、まあ何月何日にどの信頼が入るということをお客様に認知してもらうという、まあ、単純な広告というよりはアンケートをうまく利用した形でのお客様への広告広告というような事例の紹介でございますね。このね、途中に丸を入れるというところに、まあ、強制参加型広告という言い方をするんですけれども、まず背中をポンと押していくと、そういう意味合いで非常にこう参加しやすい、簡単に言うと敷地をこう下げていくというんですけれども、そういった形でお客様をまあ参加させていく。でそのことによって知らない間に、再認知させていくと、まあ、こういうような手法ですね。
つまりどういうことかというと、日本一おいしい蕎麦屋ですって言うと嘘をつけって言われますけども、日本で2番目においしい蕎麦屋ですって言ったら一番どこだと言われますから、そうするととりあえず自分の店はおいしい蕎麦屋のカテゴリーの中に入る。これも同じで、要は回転ですよって言うとどうせ玉出さねえんだろうって言われますけども、これ何でしょうかって言うと、なんだろうな、あ、なんか三種回転だなっていう、そういう認知の仕方ですね。つまり人間の潜在意識に問いかけていく、要は意識している潜在意識に投げかけると反発されるけども、潜在意識に投げかけていくと意外とするとこう入っていくと思うんですね。まあ、こういったものが一つのテクニックになっているということですね。いいよ。魔法の言葉ってありますけれども、まあ、これね、1分間アンケートにご協力いただけませんかっていうと、先ほど言ったように、もうだから1分だったらいいかとか、クイズに参加していただけませんか、クイズだったらちょっと面白そうだからいいか、要はそういう、先ほど言ったように、要は潜在意識ではなく潜在意識の中に、人間として持ってる楽な部分に対してこう踏み込んでいくっていう、そういうのなんですね。まさにこのやり方、いつかのお店でもテストしたんですけど、単に広告を持ってですね、一軒一軒回って、大体お客様にどれぐらいその話を聞いてもらえるのかと、実際に乗っているお客様に回っていくんですけど、で、上のパターンでやると、4割とか 30% とか 40% ぐらいなんですね。で、下のも要は手法で、実際にですね、今 iPad を使って、そういう形でお客様が一軒一軒回ってですね、アンケート形式の広告というか、宣伝をさせてもらってるんですけど、それでやるとやっぱり8割とか9割ぐらい、お客様が聞いてもらえると。で、知ってもらえたら、お店に対してもですね、やっぱり関心度とか、さっき言った顧客満足度、CS もですね、上がるというところで、実際にこの魔法の言葉ですね、アンケートにご協力いただけませんかとかですね、あとはクイズにぜひ参加していただけませんかというような切り口で入ると、うちのお客様の方にスーッとですね、入り込めるというような姿勢でございます。ではちょっとデータの方を変えさせていただいて、今実際にですね、ちょっと、全体的にどういう状態になっているのかというところをもうちょっと総括しながら入っていきたいと思います。こちらがですね、各県警の要はヒアリングの総括なんですけれども、中井部長さんの方で、各県警にですね、例えば屋台をやっていいのとか、そういったことをこれは当然行政下に置かれてますので確認をしていっているというつまり確認をしないでやるととんでもないことになりますので、基本的には全てこう確認をしてっていうことを決めます。例えば皆さんのシーグリーンさんの例えば何かを使いたいって言ったときに、本当に問題がないのかどうか心配になる。その時には、所轄はどうなの、県警はどうなのという形で、ぜひ確認を取りながら進めていただければと思いますので、ちょっと聞いてきたらその辺の感触をお聞きしたいと思います。で、一応上の基本事項に関しては、ちょうど8月から9月ぐらいですね、全国というか、5、6ぐらいの県を回ってですね、聞いてきた事項でございます。あくまでも社交心を抑えては健全化を目指すというところが目的であってですね、全国的にこれは1000円が集まってですね、1000円が集まって打ち合わせをして、今回取締りに踏み切ったということですね。で、その中で追記事項で言うと、やっぱり知事処分のみならず、営業停止処分に該当する場合もありますという話ですね。で、よく言われるその第三者管理でのポイントシステムとか、会員システムに関してはですね、あくまでも上の方に該当しないので、営業することは構いませんと。ただし、景品の価格は1万円の範囲内ぐらいで収めてくださいということですね。さらに、出玉イベントに関してはですね、どんな雑誌媒体を使おうかですね、第三者管理の運営をしている会社を使ってもですね、社交心が終わるものに関しては、処分の対象となるというようなお話をいただきました。今非常に業界全体がその、行政もですね、さらに組合を含めてが今自主制度の問題があってですね、まだ非常に混迷としているところではあるんですけども、私がちょうど気に入った限りでは、こういうような見解を見ていただいてます。広告宣伝規制につきましてはですね、ますますこれから厳しくなっていきますので、これからどういう方向に向かうかについては正直なところ定かではありません。けれども、現状の状態ですね、ヒアリングの状態がどういう状態であるのかということでちょっと総括をさせていただきました。では先ほどの、じゃあ店舗のですね、ブランディングを築いていくために、どうやってこれから、どういう手法があるのかということをさらにちょっと、いろんな、ものを使った事例を見ながら話を進めていきたいと思います。
これは、はい、これはですね、あのちょうど今あの東北復興支援ということのチャリティーイベントをですね、あの、まあ、お店上げであの業界上げでもやっていこうという取り組みもあると思うんですけども、まあ、このお店なんかではあの B 級グルメのやつですね、それも全部あの今非常に東北の B 級グルメっていうのですね、まあ、探せば探すほどあの多く出てきてまして、弊社もあの業者さんと一緒に組んでですね、まあ、ここにもありますけども、あの十和田のバラ焼きとかですね、山形君の芋煮とかですね、横手焼きとか千鳥焼きとかですね、そういうのを、まあ、あの準備してですね、まあ、あくまでもこれはあのもう定期的にやって、 あくまでも東北復興支援ということをですね、まあ、アピールしていこうというところで、ここは毎月もうこれでちょうど3ヶ月目ですけども、繰り返し、まあ、あのやっている事例でございますね。まあ、業績的にどうなのかという話になるんですけど、一応これは店内であのやってます。で、あとはあの、まあ、一応第三者が運営しているということと、あと全てチャリティーであの販売しているというところでですね、やってますけども、非常にやっぱり初めはなかなかあのお客様もですね、あの認知されずに3ヶ月もまばらだったんですけども、やっぱり繰り返しやることで非常にお客様に多くの認知を得られてですね、まあ、この 24、25 でやっているイベントに関しては、まあ、あの全商品ですね、あの80食各用意したんですけども、あの一気に売り切れて、あの行列ができたいいなあの事例でございますね、はい。これもホルとしての価値観というのですね、私たちもその支援というものを行っていますというものを、要は、言葉だけではなく、まあ、具体的な行動としてお客様に認知をしていただける。でこのことによって、まあ、織り込み広告を入れることによって、まあ、自分たちがこういう活動をしているんですが、こういう価値観を持って、やってますよと、まあ、地域の中に私たちのこういうホールがあるんですよということを、まあ、発信していくという、まあ、簡単にはブランディング広告なんですが、ただブランディング広告といってもお客様に来て食べていただいて、体感をしていく、つまり感覚の中で、まあ、認知をしていただくという、まあ、こういうような一つの手法ですね。で、まあ、要は駐車場とか店内とかであれば、まあ、基本的にこういったものはその認められる方向性が強いというふうには考えております。では次をお願いします。はい、次も非常に同じですね。これも牛タンですね。これもあくまでもあの東北支援ということをここの一つのキーワードにして、まあ、景品のイベントをずっとやってるんですけども、今回はこの牛タン屋台をあの実施したという事例でございます。でこっちに関しては、こちらに関しては一応あの要はお客様への販売とですね、あと持っているポイントであの交換させると、まあ、いうような企画であの行ったんですけども、まあ、実際に非常にあのこちらもですね大好評で、まあ、2時間半で全て、売り切ったと、まあ、いうような100食ですね売り切ったという事例で、まあ、非常に牛タンとか屋台って、私もこれ実際に、行ってみるとですね、店に入るまでの匂いにやられるんですね。すごくあのいい匂いが、してですね、まあ、ついつい、買ってしまうと、まあ、いいな傾向もありますので、そこで非常に大きな成果を上げた屋台イベントの企画でございます。まあ、今こういう屋台とかあと B 級グルメとか非常に、ね、お客様も非常に興味を持ってですね、参加されるケースが非常に高いので、まあ、非常にこれも効果が上がった一つの事例でございます。はい、今ありましたけれども、匂い、まあ、香りというものですね、これブルースト効果といいますけれども、香りによる記憶付け、まあ、バイアスというんですけれども、まあ、人間というのは音楽で記憶が蘇ったり、香りで記憶が蘇ったりしますので、なるべくこの五感というものを多用することによってメモリー効果を利用するというのが一つの手法ですね。だから匂いが出るものというのはポップコーンも同じなんですけども、ポップコーン の甘い香りも、まあ、人間の記憶の中にとても幸せなイメージというものが強く出てますので、まあ、当然それを利用したり、牛タンのこのタレの焼ける香りというものも、まあ、非常にやっぱり人間のこう心っていうかね、お腹が満たされるその多幸感、幸せ感というものが要はリンクするわけですね。ですからその辺をこう、まあ、利用している、まあ、ブルースト効果、それと、仙台に対する、まあ、支援であるんですよ、ね。私全然違います。私7月2日に仙台で無料のセミナーをやらさせていただきますので、新幹線に乗っててもセミナーにぜひ出たいという方は無料ですので、席が空いていたらすいません、ちょっと話ずらしましたけれども、次のプロモーションをお願いします。こちらはですね、まあ、ちょっとこれは航空機船以前のイベントで実施した事例なんですけど、まあ、お寿司屋さんを呼んでですね、まあ、あれですね、マグロの、お寿司を3貫出しているというイベントで、
ど、これ解体ショーではないんですけども、実施した事業です。たまたまこれ、まあ、正直申しまして、海の強化でやってみようということで、まあ、実施したお店なんですけども、まあ、実際ここ、すごいこれ、大好評で、まあ、行列ができるほどの盛況だったと。まあ、ここは、周りにですね、ちょうど、まあ、栃木の、某山の、僕の方の地域なんですけども、海底寿司がほとんどないということで、非常にお寿司に対してお客様が強い興味を持つだろうということでやったんですけども、まあ、実際にこれポイントで交換をやったんですけども、やっぱり来店人数もドカーンと会員の参加人数もですね、伸びて集客につながったというような実情でございます。あと、イベントの時に気をつけていただきたいのは、これあくまでシーグリーンという第三者がやっておりますので、ホールスタッフから手伝うとダメなんですね。そうですね、今はちょっとそれはうるさいですね。ちょっとその辺のところは気をつけていただければなというふうに。ここは全部その調理する方もちゃんと免許を持っている方が来てやっていただけるというような企画でやっています。これは保健所も問題ないんですね。はい、これはお魚祭で、今はお魚祭はダメですね、祭りはダメなので、これはまあ NG キーワードなんですけれども、では次の行きましょう。でこちらもまあちょっとしつこいですけど、屋台なんですけど、実はこの屋台がちょっと面白かったのはですね、まあ、ここは、ね、やっぱり人間の水宮役所が出したんですけど、やっぱ会員で非会員でちょっと値段を変えて販売を用したんですけども、実際ちょっと外でこれ会員募集をやったんですね。まあ、ちょっと次見てほしいんですけど、iPad を使ってですね、お客様に今 B 級グルメ のイベントをやっておりますということを、店内でですね、これは女の子が回って宣伝したんですね。で、まあ、会員になると安くなりますよと、カメントクラブの方にの会員になっていただければ安くなりますよということを宣伝して、まずお客様に認知をしてもらうという活動をしてもらって、で実際にお客様が屋台の時、これ屋台がもう店外でやってますんで、店外に来ていただいた時にちょっとこんな形でですね、外に来てきた時に焼き様が作ってる間どうしてもこう待つ形になるんですね、焼いてる間ですね。まあ、その時についでに会員の申し込み書を出してですね、こんな形で今申し込みここに書いていただければ安くなりますよなんてことで、まあ、会員募集を多く、屋台のイベントに絡めてやってみようというところでやったところですね、非常に会員がですね多く集まったというような事例でございますね。はい、会員の獲得は、まあ、住所を手に入れてダイレクトメールを出すという考え方になるかとは思うんですけども、これから当然会員の管理というものはとても大事になってまいりまして、まず一つにはですね、会員の方がどこから来られているのかとか、会員の方がどうやって離脱をしているのか、この辺のところが把握非常にしやすくなります。つまり会員管理をしないと時点の証券管理というものができなくなるということと、あと離反された方を再度もう一度呼び戻すためにですね、お客様のところに接触を取らなければなりません。それから先ほど単純接触という話をしましたけれども、接触回数を上げるためにはお客様のアドレスが分からなかったり連絡が取れないと再度お客様に来店してもらうための機会を失うことになります。基本的には1ヶ月以上来店しないお客様をそのまま放置するとお客様はほとんど離脱する状態になります。ところが何かの接触を取ることによって 25% 程度のお客様は戻ってこられるわけですね。ということは収益的には相当大きいということです。つまり毎月毎月、前月来られて今月来なくなったお客様に対して、接触が取れるホールと取れないホールとでは相当に大きな差になるということは言うまでもないことですね。でもそのためには会員という管理というものができていないと、そういった基礎的なこともできない。これが一番最初に申し上げた当たり前のことをちゃんとやるということですね。では次を。で次はですね、まあ、さっきちょっとご紹介したお客様の均衡を得たということで、このお店はですね、毎月、まあ、継続的にそのお客様の健康イベントをですね実施しております。で、まあ、ちょうど1回目に関してはこの血液サラサラチェックというようなイベントをお客様に声掛けしてですね、まあ、実施したんですけども、まあ、ここで非常にこれ面白かったのはですね、その健康イベントに参加していただいたお客様にですね、iPad を使って参加後にこうアンケートにこう答えてもらうということをやってもらった事例でございます。非常に多くのお客様が参加されましてですね、
で、まあ、参加して終わった後もですね、一応お客様に、あの今回の健康イベントはいかがで面白かったですかということで言ったらですね、まあ、ほぼ全員のお客様が、まあ、非常に楽しかったということで、回答していただいているんですので、さらに、まあ、常に健康を気にしてますかということで、お客様にアンケートを取ったらですね、これも 84% が、まあ、常に健康には気にしておりますということですね。で、最後にですね、まあ、次回参加したいかという話になったらですね、まあ、これも 95% のお客様が、まあ、ぜひ参加したいということでおっしゃってですね、で、ついでに次回、まあ、来月のイベントの時には、どの今度健康チェックを受けてみたいですかというところで、お客様にアンケートを最後取って終わるんですけども、まあ、実際に一番多かったのが、血管年齢チェックをやってみたいというようなお客様の声が多くいただけたというようなことで、まあ、非常にこういうお客様に、あえてイベントに終わった後、イベント終了後にですね、まあ、コミュニケーションを取って、アンケートを取ってですね、でさらにまあ次回のイベントの刷り込みを行うということで、非常に接触を取りながらですね、まあ、お客様のニーズを引き出すというような企画でございます。で、これと合わせて、次ちょっとメーカーに振ってほしいんですけど、これがちょうど8月にやったイベントの実例なんですけども、次はこの9月にですね、まあ、早速、第2弾ですよね。一番お客様の声が多かったのは、肝年齢診断を実施しますということで、実施をしたということですね。まあ、実際、この店、この健康イベントをやっている理由の一つが、やっぱり広告宣伝規制で、まあ、第2土曜日がもともとイベントを強化する日だったのが、まあ、それが全く歌えなくなったというところで、毎回こういう健康応援イベントということを今、実施してですね。で、まあ、今回も同じですね、非常に高いお客様からの2回目もですね、反響をいただいて、まあ、全体の 81% が、まあ、ぜひ、次回も参加したいと、まあ、いうような言葉をいただいて、次回は今度、脳年齢チェックを実施するというところで、常に、継続的にお客様の健康を応援するというようなアピールとですね、まあ、実際にお客様への刷り込みということでですね、入れていくというところで、継続的なお客様との接触をですね、まあ、作っていっているというような企画の実例でございます。はい、この中で特に重要なことはですね、お客様と本当にこう接近をしながら、コミュニケーションを取っていってるということがとても重要なことですね。つまり私たちは普段は非常にこうお客様との間にこう距離があるんですけれども、当然ですね、お客様の勝ち負けという問題があるので距離を縮めるということはなかなか難しいんですけれども、こういったものでは非常に距離が縮まるということで、この距離を縮めるということがとても大きいということですね。で、なおかつそのアンケートを取っていかれるときに、その若い、まあ、健康的な女性の方であったり、ちょっとかっこいい男の子の方であったり、それを男性や女性やという部分にこう接触をさせていくということも、お客様に対してはやはりかなり質の高いサービスになるということですね。どういうことかというとですね、お客様はボールに対して常に、まあ、疑念を持っている。つまり、なんか常に怪しいなと、まあ、アンケートを取ればもう確率のもとに出るんですけども、何がしかのこう不正をやられている、まあ、遠隔操作をやられていると思うのがお客様の本音なわけですね。まあ、そういう状態の中でどうやって信じてくださいと言ってもそれは信じることはできない。で、信じるためには逆にですね、距離を縮めて、誰がそのお店を運営していて、どういうスタッフがどういう思いでサービスを行っているのかということをお客様が知ったときにですね、まあ、初めて、まあ、この店を信じられるのかなという状況になる。それを私たちは健全に営業してますよと言ってもそれはお客様から信じてもらえないので、こういう接触を行っていくということがとても信用を作っていく、ブランドを作っていく上には大きい。なおかつこれはお客様の側ですからね、お客様の健康というものは私たちが心配してこういったことをやってますよと、お客様にとってもプラスですし私たちにとってもプラスだと、これが要は片側だけにとってのプラスということになるとなかなかうまくいかないんですけれども、これが両面というところが一つの大きなポイントになっていると思います。ちょうど iPad でアンケートほぼ参加したお客様の8割から9割ぐらいがちゃんと答えていただいているので、それがまたお客様との関係づくりをですね、さらに深めて継続的にイベントに参加していただけているというような事例でございます。次がですね、これがちょっと会員募集 の事例です。で、まあ、読んでいただければ分かると思うんですけど、まあ、このお店ですね、今回浜崎あゆみが市がですね導入された時に浜崎あゆみカードですね、会員カードを作ってお客様の会員募集を
しようというところでやったらしいんですけども、なかなかこう会員が集まらずですね、カードが余ってしまっているということで、まあ、今のうちに徹底的にとにかく刷り込みも含めてやらなければいけないという状況の中でですね、まあ、何か良い方法がないかということでご相談をいただきまして、で、まあ、実際にこの iPad を使ってですね、お客様に会員募集してたんですね。でこれも同じです。もう会員募集イコールですね、まあ、私も実際にエンドユーザーの立場でよくいるとですね、バインダー持ってお客様のスタッフが回ってるとですね、まあ、もう来るな来るな来るなということで非常に警戒心を持ってしまうと思うんですけど、実際これも同じですよね。 iPad を使って入っていくとですね、非常に入りやすいです。でアンケートお願いしますという感じで入るんですけども、まあ、実際にここでは遊戯方法をチョダマをやるのかやらないのかとかですね、まあ、実際にチョダマをやった方がお得だよということもお客様に刷り込もうというところで、これは分岐の機能を使ってですね、まあ、会員か会員じゃないかを聞いてですね、会員ではあるけどもチョダマは利用してないという人にはチョダマを勧めていこうと、会員カードを持ってないという方には会員を勧めていこうというところで、アンケートの中でこれ分岐の機能を使うんですけども、お客様のニーズに合わせてですね、次の質問を変えていくようなやり方でやったところですね、まあ、非常に効率的に会員が多く集まったと、まあ、いうような実例でございますね。実際に29名ですね、入会ができたということでですね、まあ、実際にチョダマがお得だということは理解したとかですね、次回今度使っていいよと、まあ、いうような言葉をお客様から多く拾えたと、まあ、いうような実例でございます。まあ、実際に会員募集ですね、これいろんな形で今やってるんですけども、このやり方でやると非常に効率的に会員が多く取れますよね。まあ、単純に会員か非会員かを聞いて、非会員って答えたお客様だけに会員のメリットを訴えてですね、まあ、この機会にもしよろしければいかがですかということを進めるだけでも非常にこれを効率的にですね、まあ、会員を集められる手法で、まあ、実際にここでも多くの会員が獲得できたというような実例でございます。はい、会員のメリットというものをお客様が意外に知らないということがありますので、この iPad の中で会員になっている方にはこういう今景品がお得になっていますよと、こういう例えば秋であれば今松茸が非常にお得になってますよということをお客様にお知らせすることによって、会員カードをこうやって使っていくのかなっていう、そして会員でない方には、会員になるとこんなメリットがありますよという話であれば、お客様としても、まあ、会員になりやすいということですね。スタッフがやはり回っていくというのはとてもやはり会員化に対してストレスになっているということはもう分かっている事実ですので、会員化は大事なんだよね、知ってるんだよね、でもなかなかスタッフに言ってもできないんだよねっていう部分をある程度人間に依存するのではなく機械に依存するという方法ですよね。あとはその層付けというものをうまくもし利用するのであれば、アンケートをしたお客様にプレゼントをするということについては、これは別に問題がありませんので、例えば首からですね、例えば特別な、まあ、ペンダントであるとか、ボールペンであるとか、そういったものをぶら下げながらですね、アンケートをしていくと、それがちょっと欲しいなっていうお客様が、まあ、アンケートに、まあ、答えてくださるとか、まあ、そういったようないろんな仕組みも、まあ、あるのかとは思います。ただ会員を取っていくということがこれからとても、まあ、大事になってきますので、大事になってきているというよりも大事でここから先取れないと、致命傷になるという可能性すらあるので、その辺の、まあ、管理の、一番最初の原点のところですね、ここの部分をもう一度ちょっと見直していただければなというふうに思います。次は喫茶サービスをですね、まあ、さっき堀田先生もおっしゃってましたけれども、お客様にどこまで認知されているかと、まあ、実際にここのお店ですね、喫茶サービスをやってたらしいんですけど、全く利用したお客様の形跡がない形跡がないというところで、このサービス必要ないんじゃないかと、まあ、いうような話から始まってですね、いや早速お客様にこれアンケートで聞いてみようというところで聞いた実例でございます。意外と衝撃的な実例なんですけど、まずニーズ調査ですね。当店にて寒いと感じたことがありますかと聞いてですね、実際にこれ取ってみるとですね、寒いと感じた人が 71% ですね、実際にいたと。当店では喫茶サービスを行ってますがご存知でしたか、これもですね、知ってる方に関しては 85% みんな知ってるんですね。ただ利用したことがありますかということで聞くとですね、ほとんど 14% ですね、利用したことがあるという方ですね。みんな寒いとも感じてるし、喫茶サービスがあることを知ってるんだけども、どう使っていいかわからないんですよね。ほとんどのお客様参加した要は使ったことがないと
ということですね。で、そのひざ掛けサービスの最後ですね、あの使い方を説明するスタッフさんにね、もう一度あのこういうコールボタンと呼ぶ、スタッフにひざ掛けが欲しいとスタッフに伝えるとですね、スタッフがひざ掛けをお持ちするということをあの伝えた上でですね、今後利用したいと思われますかということで最後聞いたらですね、まあ、ほとんど 97% のお客様が、まあ、ぜひ運動をですね利用したいと答えたと、まあ、いうようなあの結果でございます。いかに、まあ、あのお店で行っているサービスがスタッフお客様に認知されていないのかと、まあ、いうような実例、非常にこのホールさんも反省して、今後はもうちょっとお客様への伝達方法ですね、まあ、それを考えていかなければと、まあ、いうようなあの結果だったという実例です。はい、次はこれが今言ったアンケートフローになっておりますね。実はですね、この膝掛けサービス以外でもそうなんですけれども、実際サービスを行っていて もうお客様の、まあ、利用障壁というんですかね、簡単にどうも利用できない状態になっている。だからここで何が大事になってくるのかというと、スタッフが先ほど言った、イベントの時におばあちゃん寒がりなのかどうかということ、冷え性なのかということを聞いていると、ある女の子が、その寒がりかどうかということで、自分が冷え性だということで、たくさんの女性の方に、まあ、接触を取ったわけなんですけれども、その子がフォローを回りながらですね、お客さんに肩掛けを持って歩きながらですね、おばあちゃん寒がりだったよね、冷え性だったよね、使わないって言うと、おばあちゃんは、断るのもまああれだからという形で伝え始めるんですが、その女の子の一言 その突破によってですね、そのホールは、たくさんの膝掛けの利用がこう始まるわけですね。そうするとどこのお店でもやってる、だからどこのお店に行っても結局膝掛けをといえば出てくるにもかかわらず、その女の子がいるお店でしかその膝掛けというものは利用されないという現状が起きている。そこに人間の心理があったり、店舗としてのブランディング作りがあるんですが、その根本にあるのはやはり人なんですよね。つまりその人が活性化できる、場作り、まあ、雰囲気作りというんですかね、まあ、専門的に言うとエンパワーメントという話になるんですけれども、まあ、そういったものができるのかどうか、できないとこれがイベントをやってもただ単なる要は点になってしまって、ブランディングというところまでつながっていかないので、それを点をどうやって整理するのか明示するのかというと、やはりそこに働く、スタッフの心というか、どういう価値観に基づいて自分たちがその仕事を行っているのかという、まあ、作り込みにあるというんですね。では次、続きがですね、まあ、最新のこれアンケートですけども、まあこの店ですけど、まあ、今それがよくテレビ CM なんかをですね、多くの企業が、まあ、アンケート結果、ユーザーに取ったアンケートの結果でこれぐらいの支持を受けてますと、まあいうようなことをこう多くのご専門でやってる広告をですね見て、まあ、ちょうど今国宣伝規制でですね、まあ、あんまりお客様を煽るようなイベントができないと。というところで、ここはですね、とにかくお客様から iPad アンケートに回ってですね、お客様から当店の接客が良いと、サービスが良いという言葉をいただこうということで、実際にですね、まあ、90% のお客様の良いをいただけるように、普段から接客を務めてですね、まあ、実際にそれをアンケートで落とし込もうということでやった事例ですね。次のページ見てほしいんですけど、まあ、ちょっとこれ、いやらしいやり方ですね。まあ、では当店の接客はいかがですかと聞いたときに、まあ、良いと思う、とても素晴らしい、ダメダメだと思うと、まあ、ダメダメだと思うとはなかなか答えないんで、まあ、あえて良いと、とても素晴らしいという言葉をお客様から多くいただこうというような、まあ、ちょっとバイアスのかかったですね、まあ、やり方を取ったんですけども、まあ、実際に結果としては 99% の、まあ、お客様から多くの支持を得られたということで、まあ、実際に、まあ、これちょっともうチラシ上がってるんですけど、ちょっと見せられないんですね。これがちょっと今週中になるので見せられないんですけど、まあ、実際にこの店、これをですね、まあ、チラシに入れて、まあ、新大映画 のチラシの中でですね、まあ、イメージ広告、ブランディング広告をして、まあ、当店の接客が良いと感じてお客様は 99% の言葉をいただけましたと、まあ、いうことを宣伝にうまく利用して、イメージアップができたという事例です。次をで、あと次はですね、これが今 DM で行っている弊社の方のサービスで、まあロイヤルカスタマー DM ということで、これは上位顧客とか顧客のランクに合わせて DM を送っていくというような事例ですね。はい、まあ、ランクアップもしくは違反防止と
ということをしていこうということで、まあ、これお店からのことで言えば、今ちょっと総付経費の問題とか諸々もあるんでですね、まあ、できないんですけど、まあ、タレントクラブという、まあ、弊社から第三者でお客様に対して DM を送るということであればですね、まあ、問題ないだろうということで、まあ、実施している事例で、まあ、こういうやっぱりセグメンテーションした DM であればですね、非常に効果も高く、戻りも高くですね、まあ、結果的には非常にお客様 の, 来年のランクアップにつながっていると、まあ、いうこともデータで出ているというような事例でございます。はい、最後ですね、バースデー DM です。でこちらもですね、まあ、同じことです。タレントクラブの会員に対してタレントクラブから今も言ってますけども、まあ、持ってきたお客様にはブリザードフラワーをこれは弊社の方からお送りすると、まあ、いうような今仕組みでやってますけども、まあ、ちょっと次見てほしいんですけど、非常にこういうバースデーハグなんかを送るとですね、お客様の掘り起こしができているというような事例ですね。実際にここのお店もですね、まあ、DM 会員約ですね71名の5月の誕生日の方に送って、まあ、戻ってきた、いわゆる持ってきたお客様、反応したお客様が17名、反響率 24% で、そのうちに約5名近くはですね、みんなやっぱりお店から足が遠のいたお客様が、まあ、再来店して、その後、まあ、継続的に来店してくれているというようなデータが取れているということを見てもですね、やはりこういう DM のね、セグメントしたターゲットに対して送るという活動がですね、非常に大きな成果を上げているというような事例でございます。後半ちょっと駆け足で実際にその事例を講しながらどういう効果があるのかということでお話をしてきたんですけれども、ちょっともう時間となりますので最後にちょっとまとめさせていただきますと、今日お帰りになられましたらですね、先月来ていて今月来てないお客様、先月来ていて今月来ていないお客様、ぜひ抽出していただいて何らかのアクションを取っていただければと思います。それは総付けでも構いませんし、イベントに対する告知でも構いませんし、信頼に対するストーリー性を持った DM でも結構です。そのことによって今日来ていただいた分だけの費用は捻出できると信じておりますので、ぜひそれだけは行っていただければというふうに思っております。あとそれから機械代を生かしていくということ、これからさらにますます厳しい状態になってまいりますので、これだけは明言できますので、厳しい状態の中でどうやって戦い抜くのか、生き残っていくのかということになったとき、これはお客様がやはり利益をもたらしてくださいますので、お客様はやはり掴んで離さないということになります。そのためには自分たちが何々と呼ばれたいホール、お客様がどのような価値で認められるかという部分を明確にするというですね、でないとよその店に行っても同じじゃんという話になってしまいますので、同じでないということをどうやって明確にして、それをどうやって言葉にするかです。つまり言葉にしないと記憶に残りませんし分かりませんので、イメージというものを明確に分かる言葉にする、USP、ユニークセリングプロポジションと言いますけれども、まあ、そういったものを一つ、考えてお客様の方に発信をしていただければ、せっかく作った価値というものも、有効活用されるのではないかと思います。本日は長い時間、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。